京筆都市は、中大、春秋時代、戦国時代諸島にわたって、現在の三島省を中心に存在した、聖国。周建国の後進大公房によって建てられた国である。聖は京、字は両であるため、戦国時代の聖などと区別して、京筆都市、または両筆都市とも呼ばれる。紀元前386年に有力大部のタワによって乗っ取られ、 京日都とはこの時点で滅ぼされた。首都は永久。国と林氏の復元も形成の歴史は、青春の初年まで遡る。武王が、牧野の戦いで陰を破り、滅ぼすと、州庁を開き、後進には領地を与え報いた。戦王の文王と武王の第二、国士、軍師として、州を支えた後進の両将は永久に領地を与えられ、国名を再とした。聖が、 強制のため、強制姓国とも呼ばれる。永久に赴任後、漁商は隣接する雷の族長の攻撃を防いだ。漁商は永久の住民の収束に従い、儀礼を簡素にした。永久が位置する三島は農業に不適な立地だったが、漁業と声援によって生は国力を増した。生の地位は諸侯の中でも崇高なものであった。武王が崩御すると、後を継いだ生王が年少であったために、 おじの周行丹が失政した。これを心よく思わなかった周行丹の兄弟の監宿新た、再縮度、各宿ところは、院の中央のこの武校を擁立し、反乱を起こした。周行の統制により3年かけて鎮圧された。これによりメシを捨て者として、東の海、西の公が南の牧稜関、北の無体に至る地域の五公九白の諸公が、 反乱を起こしたとき、反乱者を撃つ権限を与えると州から命じられた。聖は聖罰する権限を得て、永久にとお気づき大国となった。聖は隣国の炉と共に、州王朝の最も重要な諸行国の一つであった。聖は、州の軍事作戦で、積極的に役割を果たした。州の皇王の代、皇王の所持している宝物を、抵抗。 守るの二大君主の紅白と進むの二大君主、信仰賞と修行丹の琥白金に与えられた。帝皇から三代後の愛皇は、気候の深ことにより、周の恵比ス王の命で二冊にされる。愛皇の死後、異母帝の孔子性が、聖の君主となった。百8 6 6年、古皇は、気からの防衛のために、永久から薄重止めに戦とした。この暴動に、 生の人民は怒った。先代の愛好の同母帝の皇子さんが、国孔を殺し、国孔の子を国外に追放した。首都を薄重とめから臨死に戻し、不足意した。健康の二代後、孫のハゲムが君主となった。ハゲムは暴虐で国民は彼を恨んだ。ついには、国孔の子をに入国させ、霊皇を殺した。しかし、国孔の子は皆戦死した。そのため、 聖人は、ハゲムコのこの講子役を擁立し即位させた。文公は、父のハゲムコの暗殺に関わった70人を、全員殺した、春秋諸公大国貫図春秋時代の初期、祭は主に、土と争った。文公の三代後、オサムコが即位した。オサムコは、帝の将校や、陰公と名を結んだ。両国からの援助を受けて、その後十数年間、気候は、 他国と名を結び、僧を平定した。聖は、テートロの名で、宗長の欧名に従わない、将校の僧、を平定した。元を攻め元の将校は守るに亡命した。そのため弟の観光を元の君主とした。また、宗の花父、ただしの乱を平定した。前7 0 6年、聖に北エビスが進行し、帝の甲子骨が救援し、撃破した。 前702年、治公は、帝の将校の求めに応じ、英と共に、路に侵攻し、路で戦った。前699年、僧の要求により、僧、守る、縁の三国で帝を討伐した。貴公のこの上項の在位時に、国力は、さらに強くなった。前690年、気が降伏し、滅び、東の障害が消えた。前年。 斎とロデを攻めて降伏させた。紀元前685年、聖の大部の連勝と、砕いたり父が上皇を殺し、皇孫無知を擁立した。宝宿川聖で大乱が起きることを危惧し、上皇の在位中に皇子の昭白を巨に亡命させた。聖の大部官中も皇子九おろに亡命させた。前年、の大臣のが君主のと大部の連勝を殺し、 国内に君主が無意となった。君子九と皇子小白は後継を争った。漢中が小白を待ち伏せして暗殺しようとしていた。漢中は弓をいた。矢は小白の腹に当たり、小白は門どり打って倒れた。小白はそのまま死んだふりをして、漢中から逃げるために馬車を走らせ、次の宿場で部下に冠王家を用意させ、また、巨の兵を国へ返させて、 自らの死を偽装したため、漢中は小白が死んだものと思い込んで喜び、講子急に小白を殺したと報告した。競争相手が消えた、き子こは、炉の兵を後ろにゆっくりと際に入ろうとした。しかし、小白が、密かに急行して、すでに生に入り成功になっていた。き子こは待ち構えていた小白に打ちのめされ、炉へ逃げ込んだ。 漢中の矢は腹に当たったように見えたが、実は腰帯の留め金に当たっていた。小白は臨死で即位した。漢校の即位後、老攻撃士から土器で対戦し、牢軍は敗走した。宝宿は将校は書を送った。その中には、家二主、国二君。家君法創病、講子旧欲業争奪、非士の吉みなり。家君も兄弟の親、忍わずか陸。 元奥で宇宙国、漢中、メシコツ、カのあだ諸樹自力夫と死病と記されていた。露人に害が及ぶのを恐れ、孔子宮を殺し、メシコツを自殺させ、漢中を牢に入れた。漢公は漢中を殺そうとしたが、宝粛が、孔が、聖の君主であるだけで良いならば、この私でも宰相が務まりましょう。しかし、公やが、 天下の覇者になりたいと思われるならば最初は、冠中でなければなりませんと述べた。漢公は意見を取り入れ、冠中を殺すふりをして、生に帰国させた。漢公と冠中は覇王になる術について会話し、大喜びし、ライブにして、政治を行わせた。漢公は冠中を小国として、改革を、推行した。684年に、西の小国の丹を滅ぼし、 軍を炉に向けた。全681年には県で、宗の観光、陳の先行、守るの恵み公、帝の励む公と改名し、名手となった。これは観光が、和留とめの中原の名手となったことを表す。同年、水を滅ぼした。全680年、宗は名役に背き、観光は、州の天使を名義に、陳や宗などの諸公国を率いて、宗を討伐し、 屈服させた。この数諸公国は一回目の九号諸公と呼ばれる。全679年、宋、鎮、守る、帝都で名を結んだ。当時、中原の諸公国はエビス敵の攻撃に悩まされていた。漢公は、尊能上位を旗印に、政獣や北敵、女、宋討伐し、州を安定させた。また、丹、丹、水、東の三十五国を滅ぼした。 百6 6 4年、山敵を北伐し、メを救った。百6 5 6年、帝の要請により、聖、道、宋、陳、守る、帝、巨、宋の連合軍が蔡に進行した。蔡が敗れると、諸侯はさらに当時力をつけていた諏訪を攻撃した。そして、その聖王が、靴官を派遣して、諸侯と命を交わさせた。前年、 観光は諸行と青い球の解明を取り行い、修王室より文王と武王の祭祀に用いた文部の、そう賜った。ここに観光は、覇者となった。春秋五派の一人に数えられている。これにより、京人氏の国力は、最大となった。献身の観中や質ともを、室友、宝祝らは相次いでこの世を去った。観光は、晩年、献心の講師解放、駅が、樹の、 三木を徴用した。生の衰退が始まっていた。漢光は漢中が推していた、講師匠を大使とし、僧の上皇を後見人とした。漢四43年、漢光は重病となった。後講師は後継を争った。10月、漢光は病死した。後講師が後継を争ったために生は混乱を迎えた。漢光の死体は67日の間、脳漢。 埋葬されることもなく、そのためついには扉から宇治が生い出してきたという。駅が、ジュラは、孔子向きを擁立した。孔子将は宋に亡命した。百6 4 2年春、宋の上皇は、宋守る、ジュの兵を率いて、姓を攻め、孔子将を帰国させた。三月、宋の軍の圧力に屈して、孔子や国志はジ聖公向きを殺し、 大師将を迎え入れた。しかし四皇子の支持者が宋へ追い返した。同年5月、宋の上皇は再度出兵し四皇子の軍を弦で打ち破り、大師将は聖の国との臨死で即位した。この動乱により、聖の国力は吸い落とし、漢皇の破行は継いえた。皇皇の死後、その子皇子解放が殺し、皇子藩が即位した。将皇の死後、その子、 強者が即位するが、わずか5ヶ月で、孔子商人に殺され、孔子商人が即位する。4年後、以降は、以降に恨みを持つと、養殖により殺された。以降は凶慢となって、人心を失ったため、聖人はその子を廃した。孔子元を守るから迎え入れられ即位した。後継争いは収束したが、聖の国力は吸い落とし、進むと座絵が歯を争った。 恵公の死後、政の国力は衰えた。頃公の在位時には、倉の戦いで、進む軍に敗れた。霊公の在位時、彩は命を破り、ロと絵を討伐した。進むは、炉、宗、守る、帝、宗、巨、中、塔、節、子、の十人の諸公国と連合して迎え撃った。霊公は、連合軍に大敗した。頃公や霊公の代は、 峡谷進むに依存していて、かつての峡谷は幻となっていた。前567年、太閤坊の代から争っていた雷を滅ぼした。領土は山東省の東部まで拡大し、東は海、西は甲が南は大山、北は無大水となった。聖は皇族の国氏、皇子がタスク生しその後、皇子祭子慶子安氏、孔子 乱死等の京や大部が手のひら制止、京や大部の勢力は日に日に増して、さらには生の国君までを廃するようになった。彩女は孔子公を廃し、将校を即位させ、朝政を掌握した。後に将校は彩女の5妻と密通した。彩女は激怒して将校を殺した。将校の弟の孔子小子を国君とした。 紀元前546年、左将の喜び風は、妻子を滅ぼし、妻女は自殺した。紀元前545年、奉師と皇子、乱氏らは、慶主を滅ぼし、喜び風は、呉に亡命した。その後、聖の大部安永が国政を取った。安永は常に社職を第一に考えて、上を恐れず歓迎を行い、人民に絶大な人気を誇り、 君主も彼をはばかった。また失踪を心がけ、肉が食卓に出ることが稀だった。また狐の毛皮から仕立てた一枚切りの服を30年も着ていたという。安永の手腕により傾向の下で、覇者、観光の時代に次ぐ第二の映画期を迎え、孔子も聖での士官を望んだほどである。紀元前532年、恵光の子孫の乱子と孔子は、 皇子と伝子により滅亡し、乱世と皇強氏は炉に亡命した。生の皇族の勢いは大幅に減少した。伝子は、陳の皇子の伝官の子孫であった。陳で内乱が起きると、伝官は生に亡命し、官公により、皇帝に任命された。伝官の後代、後田官氏は傾向から、乱氏と孔子の領地財産を与えられるが、安永の勧めでそれらを辞退し、 高頭を与えられた。沈むは交通の要衝である、この地を得たことで、経済的に強大化していった。電子の子孫のデンミノルソは、進む、縁の領軍を破り、湿地を取り戻した。この項により、大芝に任命された。電子の勢力が拡大は危惧した、高張と、国夏は傾向に還元し、芝ミノルソは面刊された。殿刊のこの電ヨシは、 公子と国使の両氏と信仰を重ねたが、その一方で他の大部たちに対しては両氏への反感を煽っていた。紀元前500年、安永がこの世を去った。このため、公子と国使の両家が調整を掌握した。紀元前489年、慶公は病が重くなり、国夏と高張は年少の公たを大使とする異名を命じた。伝骨は変を起こし、 孔子と国子の両家を滅ぼした。高張は殺され、国夏は虚に遅魚は炉に亡命した。伝骨は、遅し下を殺して、まきら所大部の擁立した年長の孔子妖精を、国君とした。紀元前485年、阿ワビ、イキラにより痛み孔を殺される、孔子水の絵を、国君とした。伝骨のこの電子猫は、土目と共に、左右の層となった。 紀元前481年、伝久氏は政変を起こし、土メト観光を殺し観光の弟の講子を、国君とした。この後、伝久氏は、政の体験を握り、奉子や安子などの所属を注止した。伝氏は、平公、先公、高公の三代にわたって、実権を握った。前391年、京秘都市の最後の君主の公公は、他ワにより、 海島の孤島に追放された。職友に一条与えられ、祖先を祀ることを許された。タワは自立し君主となった。前386年、タワは州の安王により諸公に列された。これにより、教政の政から伝子の祭にとって変わられた。タワは正式に公となり、国語を京日都時代と同じく、祭とした。これを伝歳という。 この出来事は、電子代、生という。電子氏は、戦国、七尾の一つである。百379年、高校が死し、教日都市は耐えた。成功しつけ大ず、太公抵抗都鼓愛公古公根公、武公励む鼓、文公成功、将公治むこう上公高村無知、官公、官中が使える。 抵抗無期高校、昇降生君者、異行恵み高校の大焼け、霊高昇高傾向、安永が使える。遅樹したイタみ高官校、平行専攻高校。ありがとうございます。